ルテチウムは原子番号71の元素。元素記号はルー。銀白色の金属で乾燥した空気中では腐食しないが湿った空気では腐食する。ランタノイド系列の最後の元素であり、伝統的に軌道類元素に含まれる。第六周期の繊維元素の最初の元素とみなされることもあるが、ランタンがそうみなされることの方が多い。1907年に、 フランスの科学者ジョルジュ・ユルバン、オーストリアの鉱物学者カール・ベルスバッハク、およびアメリカの科学者チャールズ・ジェームスにより独立に発見された。これらの研究者全員が以前は完全にイッテルビウムで構成されていると考えられていた鉱物イッテルビアの不純物としてルテチウムを発見した。この後すぐに発見の優先順位に関する議論が生じ。 ユルバンとベルスバフ派は互いに発表した研究結果を批判した。命名する栄誉はユルバンに与えられ彼はこの新元素にルテシウムと命名した。1949年に綴りがルテチウムに変更された。1909年優先順位はユルバンに与えられ彼が付けた名称が公式の名称に採用されたが ベルスバッハが提案したカシオペウムは1950年代まで多くのドイツの科学者により使用されていた。特に豊富な元素ではないが、近くでは銀よりもはるかに多い。特定の用途はほとんどない。ルテチウム176は比較的豊富な放射性同位体で半減期は約380億年であり、鉱物や隕石の年代決定に使用される。 ルテチウムは通常、イットリウムと関連して発生し、時々金属合金や様々な化学反応の触媒として使用される。177ルードタタでは、神経内分泌腫瘍の放射性核治療法に使用される。ランタノイドの中で最大のブリネル硬さを持ち890,1300パである。ルテチウム原子には71個の電子があり。 電子配置は G4F145D16S 2である。化学反応に加わると、原子は2つの災害核原子と1つの 5D 電子を失う。ランタノイド収縮により、ルテチウム原子はランタノイドの原子の中で最も小さく、結果としてランタノイドで最大の密度、融点、高度を持つ。ルテチウムの化合物におけるルテチウムは常に酸化数プラス3である。 ほとんどのルテチウム塩の水溶液は無色であり、溶化物を除き乾燥すると白色の結晶性個体を形成する。硝酸塩、硫酸塩、酢酸塩などの可用性の塩は結晶化すると水和物を形成する。酸化物、水酸化物、フッ化物、炭酸塩、リン酸塩、臭酸塩は水に溶けない。金属ルテチウムは標準状態では空気中でわずかに 不安定であるが、摂氏150度で容易に燃焼して酸化ルテチウムを形成する。ここで得られる化合物は水とに酸化炭素を吸収することが知られており、閉鎖された雰囲気から大気を取り除くためにも使うことができる。ルテチウムと水の間の反応が起きている時にも同様のものが観察され、この反応により水酸化ルテチウムが形成される。 ルテチウム金属は4つの軽いハロゲンと反応して3、ハロゲン化物を形成することが知られており、その全ては水溶性である。ルテチウムは弱酸及び気流酸に容易に溶解し、無色のルテチウムイオンを含む溶液を形成する。このルテチウムイオンは7から9個の水分子により、配位され、平均は硫8.23である。ルテチウムは天然に2つの同位体が存在する。 前者の同位体は安定しており、同位体はモノアイソトピックになる。後者のルテチウム176は β 崩壊し、半減期は3 7 8八1 0年であり、天然のルテチウムの約2.5%を構成する。現在までに32個の人工放射性同位体が特性評価されており、質量範囲は149.973から183.961である。 このような同位体で最も安定しているのは、半減期3.31年のルテチウム174、ザモーストステーブルサッチアイセトッ i スアレルテチウム -174 ウィズ、h A ハーフ、ライフオブ3.31イ e ー r s a n ルテチウム -174 と半減期1.37年のルテチウム173である。残りのすべての放射性同位体の半減期は9日未満であり、 この大部分の半減期は30分未満である。安定したルテチウム175より軽い同位体は、電子捕獲によりいくつかのアルファ粒子と非電子の放出を伴って崩壊する。より重い同位体は、主に β 崩壊し、ハフニウムの同位体を生成する。また、42の核異性体があり、質量は150、151、153、162、166、 180である。この中で最も安定しているのは、ルテチウム177メートル、ルテチウム174メートルである。これらの半減期は、ルテチウム173、174、176を除くすべての放射性ルテチウム同位体の規定状態の半減期よりも長い。パリのラテン語名ルテティアにその名を由来するルテチウムは、1907年に、 フランスの科学者ジョルジュ・ユルバン、オーストリアの鉱物学者カール・ベルスバッハ男尺、アメリカの科学者チャールズ・ジェームスによりそれぞれ独立に発見された。彼らはルテチウムをイッテルビアの不純物として発見した。これはスイスの科学者ジャン・マリニャックにより完全にイッテルビウムで構成されると考えられていた。科学者たちはこの元素に異なる名前を提案した。 ユルバンは、ネオイッテルビウムやルテシウムを選択し、ベルスバッハは、アルデバラニウムやカシオペウムを選択した。これらの論文は両方とも自身の結果に基づいて、もう一人を非難した。当時、新元素の名前の帰属を任されていた、同位体存在度委員会は、マリニャックのイッテルビウムからのルテチウムの分離が、ユルバンによって、最初に記述されたという事実に基づき、 ユルバンに優先権を与え、彼が提案した名前を公式の名前として採用し、1909年に、この論争は解決した。しかし、ユルバンが提案した名前が承認された後は、ネオ・イッテルビウムはイッテルビウムに戻った。1950年代までドイツ語を話す科学者の中にはルテチウムを、ベルスバフ派が提案した名前であるカシオペウムと呼ぶものもいた。 1949年に綴りがルテチウムに変更された。この理由はベルスバッハの1907年のルテチウムの資料は純粋であったのに対しユルバンの1907年の資料には微量のルテチウムしか含まれていなかったためである。後にこのことによりユルバンは元素72を発見したと誤解しこれにセルチウムと名付けたが実際にはこれは 非常に純粋なルテチウムであった。元素72に関するユルバンの研究が信用を失うと元素71に関するベルスバッハの研究が再評価され、しばらくの間ドイツ語圏の国ではカシオペウムに解明されていた。優先権主張の対象から外れたチャールズ・ジェームスはずっと大規模に研究し、当時最大のルテチウム供給量を放置していた。 純粋なルテチウム金属は1953年に初めて製造された。モナザイとルテチウムは他のすべてのすべての軌道類金属で見つかるが、ルテチウムだけでは見つからず、他の元素から分離することは非常に難しい。主な商業的供給源は軌道類のリン酸塩鉱物である、モナザイと POO4 を処理した時の副産物であるが、 その濃度はたった0.0001%であるが、近く中のルテチウムの存在量である。約0 5ログラムとあまり変わらない。ルテチウムを主成分とする鉱物は、現在のところ知られていない。主な採掘地域は、中国、米国、ブラジル、インド、スリランカ、オーストラリアである。世界のルテチウムの生産量は、年間約10トンである。 純粋なルテチウム金属は調整が非常に難しい。気土類元素の中で最も貴重で最も高価な金属の一つであり、価格は 1kg あたり1万アメリカドルで、金の約4分の1である。粉砕された鉱物は高温の濃硫酸で処理され、気土類の水溶性硫酸塩を生成する。トリウムは水酸化物として溶液から沈殿し取り除かれる。その後溶液は、 周酸アンモニウムで処理され気土類は不要性の周酸塩に変換される。周酸塩はアニーリングにより酸化物に変換される。酸化物は硝酸に溶かされて主要な成分であるセリウムを取り除く。ルテシウム含むいくつかの気土類金属は結晶化により硝酸アンモニウムとの副縁として分離される。この過程では気土類イオンは樹脂に存在する水素アンモニウム。 または、同イオンと交換することで適切なイオン交換重視に吸着される。ルテチウム塩は適切な作化剤により選択的に洗い流される。次に、ルテチウム金属は、アルカリ金属、またはアルカリド類金属のいずれかによる、無水ルークル酸、またはルフ酸の還元により得られる。生産が難しく価格が高く、他のランタノイドよりも希少であるが、 科学的にはあまり変わらないため商業的な用途はほとんどない。しかし安定したルテチウムは製油所の石油クラッキングの触媒として使用することができ、アルキル化、水素化、重合の用途にも使用できる。ルテチウムアルミニウムガーネットは高い屈折率の液芯、リソグラフィにおけるレンズ材料として使用することが提案されている。さらに次期バブルメモリデバイスで使用されている。 ガドリニウムガリウムガーネットに少量のルテチウムがドーパントとして添加されている。セリウムをドープしたルテチウムオキシオールとシリケートは現在ポジトロン断層法の検出器で好まれる化合物である。ルテチウムアルミニウムガーネットは LED 電球の蛍光体として使用される。安定したルテチウムの他に放射性同位体にもいくつか特定の用途がある。ルテチウムは 半減期と崩壊モードが適していることから、中性子活性化にさらされたルテチウムを用いた、純粋なベータ放射体として、また、隕石の年代を測定する、ルテチウムハフニウム法にも使用される。ドータオクトレオテートと結合した、人工同位体ルテチウム177は、実験的に神経内分泌腫瘍の、標的放射性格治療法で使用される。実際、 ルテチウム177は神経内分泌使用療法や骨痛緩和のための放射性各種としての使用が増えている。研究においてはルテチウムイオン原子時計が既存の原子時計よりも高い精度を提供できることが示されている。タンタル酸ルテチウムは最も密度の高い安定な白色物質と知られている。それゆえ理想的な X 線形光体である。唯一これより 密度の高い白色物質は二酸化トリウムであり、密度は 10g 毎立方センチメートルであるが、含まれるトリウムは放射性である。ルテチウムは、他の気取類元素と同様に毒性が低いと考えられているが、化合物は慎重に扱うべきである。例えば、フッカルテチウムの吸入は危険であり、化合物は皮膚を刺激する。硝酸ルテチウムは一度加熱すると爆発して火傷する。 可能性があり危険な場合がある。酸化ルテチウムの粉末は吸入したり摂取したりすると同様に有毒である。他の気の類元素と同様にルテチウムは生物学的な役割は知られていないが人でも発見されており骨に集中しており肝臓や腎臓では骨よりは少ないが存在する。ルテチウム塩は自然界で 他のランタノイド塩と一緒に生じることが知られており、人体で最も少ないランタノイドである。人の食事では、ルテチウム含有量について調べられていないため、人が平均的に摂取する量は不明であるが、推定ではその量は年間数マイクログラムに過ぎず、すべて植物が摂取した少量のルテチウムに由来する。可用性のルテチウム塩は少し毒性があるが、 不要性はそうではない。ありがとうございます。